今回買い取りさせていただいたお車はこちらになります。高級感、レザーの質感、あれいいですね。先ほどですね、映り込んでしまったこちら、外れなし、美味しくいただきました。はい、こんにちは、ボンドカーズアリーナ小島でございます。今回もですね、全国買い取りの旅、小路散歩の時間がやってまいりました。今回はですね、いつもと違って店舗からスタートということで、今日は午前中ですね、ありがたいことに横浜の方でもですね、買い取りの方をさせていただいて、今日は2台目の買い取りという形で出発したいと思います。ただいま時刻はですね、夕方の4時半過ぎですかね、なりますので、実は今日というか明日になりますね。お客様今回ご希望で、明日の早い時間に来てほしいということなので、今日前日から向かいたいと思います。今回もですね、無事買い取りできますようしっかりと行っていきたいと思います。それではスタートいたします。羽田空港に到着いたしました。外はですね、こんな感じでもう暗くなってますね。最近日が短くなったような気がします。ここからですね、今回の目的地の方に向かいたいと思います。今回の問い合わせいただいた経緯なんですけど、実は新規ではなくて、以前にですね、納車を1台と、買い取りを1台させていただいているお世話になっているお客様のところに向かいたいと思います。今回ですね、南に行くか北に行くか、どちらに行くか、楽しみにしていただければなと思います。それではフライトになります。はい、宮崎空港の方に到着しました。これからですね、宮崎市の方に向かいたいと思います。宮崎空港からは、電車で向かいますので、だいたい15分ぐらいだったと思いますので、これからホテルの方に向かって明日に備えたいと思います。さて、当日の日になりました。心配していた天気もよく、これからお客様のところに向かいたいと思います。それにしてもですね、2年前ぐらいですかね、宮崎に来たのがですね、それからかなり駅前雰囲気が変わってます。すごい綺麗になってますね。こんな建物なかったもんな。それではこれからお客様のところに向かいたいと思います。1時間に3本しか電車はない。はい、無事査定も完了いたしまして、今回も買い取りさせていただくことができました。ありがとうございます。今回買い取りさせていただいたお車がこちらになります。じゃん、ベントレーのフライングスパーですね。高級車の代表的なモデルになるんじゃないでしょうか。モデル的には一つ前になりますので、今とってもお値段が新車価格からしても
お買い求めやすくなってるんじゃないかなと思います。今回の車、内装がですね、普通の黒ではなくてこのアイボリーとブラックのコンビになってます。さらに高級感が勝っていい仕様になってるんじゃないかなと思います。はい、V12 もありますけど、今回のお車は V8 ですね。 V8 でのお車になります。やっぱり高級感、レザーの質感、やっぱりベントレーいいですね。サンルーフもついてます。でこちらのお車を埼玉の方までこれから陸送会社さんの方にお願いして持ってっていただきます。先ほどですね、映り込んでしまったこちらカリフォルニア T、 実はこちらも埼玉の方に陸送したいと思います。こちらの方はですね、うちの方で整備の方をさせていただくという形でご依頼いただきましたので、今回2台で、ということで運ばせていただきます。はい、それではですね、ツッチーパフォーマンスミッションのグルメツアーですね、行きたいと思います。宮崎はですね、このシャトーで何回か来させていただいてるんですけども、個人的にはちょっと外せないお店ですね、チキン南蛮発祥のお店、大船本店さんに行ってきたいと思います。はい、ごちそうさまでした。今回ですね、人気店でもあり、またですね、コロナの影響で席もですね、制限されているので、かなり時間どうですかね、30分ぐらい待ったんですけど、外れなし、美味しくいただきました。ぜひ宮崎にお越しの方はこちらおすすめでございます。今回もですね、買取の旅完了でございます。本タイムもですね、たびたびのご遠方からのお問い合わせ、誠にありがとうございました。無事お車も買い取りすることができてですね、無事埼玉の方に戻ってくることができました。最後の報告がですね、ここ、アリーナ店ということで、まああまり報告することでもないと思いますけど、プチハプニングがございましてですね、帰りの飛行機、羽田に向かって飛び立とうとしたら、いきなりですね、前のタイヤがロックしたみたいで、そのままですね、飛行機の中で約3時間缶詰状態になりまして、そのまま宮崎空港にまた戻って振り替えの飛行機になったんですけども、長蛇の列もあったりですとか、本当ですね、宮崎今なんかサーフィンかなんかの日本大会やってるみたいで、すごい人が多くてですね、その日の飛行機取れず次の日という形になりました。で、最悪空港で寝泊まりしなきゃいけないかなというのも覚悟はしたんですけど、何度かホテルも取れてですね、無事帰ってくることができました。こういったハプニングもですね、何かの経験と思って、今では笑ってお話できることにはなってますけども、こういうのもですね、またご依頼いただいての経験ということで、本当に改めて皆様からのお問い合わせ、感謝しております。引き続きですね、全国の皆様、買い取りの方ですね、買い取りツールですね、メール、LINE だったり、また店舗の方ですね、また私小島の方まで買い取りの方をお問い合わせいただければ幸いでございます。そんな形で今回も締めさせていただければと思います。それでは最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。引き続き、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。